こんにちは、マスミです。本日は GitHub リポジトリのソースコードを学習した ChatGPT の実装方法を解説します。この動画を見ることで、あの大量のソースコードを端から端まで読む作業はなくなります。というのは少し大げさですが、ソースコードの全体像を理解したり、特定の機能に関する質問をしたりするためのチャットボットを作れるようになります。本動画では LangChain というライブラリを用いて解説していくため、もしも LangChain についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず、今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは、特定の GitHub リポジトリのソースコードの情報に基づいて回答を生成するチャットボットの構築です。システム設計としては、プロンプトが入ってきたら ChatGPT と GitHub リポジトリ上のソースコードの情報を用いて回答を生成するという流れになります。実装方法としては LangChain というライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的には LangChain の中のインデックスという機能を利用していきます。インデックスとは PDF や CSV などの外部データを用いて回答を生成する機能です。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築として、今回 LangChain を用いるため pip インストール LangChain をしましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーを次のように設定していきます。ご自身で発行した API キーをこちらのダブルクォーテーションの中に入れて実行しましょう。もしも API キーの発行方法をまだ知らない方は、以前解説したこちらの動画を参考にしてください。API キーの設定が終わったら、今回用いるインデクセズを使うために必要な ChromaDB と Tick トークンというライブラリと GitHub リポジトリを読み込むために必要な GitPython というライブラリの3つをインストールしていきます。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を説明します。まず、今回 LangChain に読み込ませたい GitHub リポジトリの URL とブランチ名を用意して入力します。そして、リポジトリ内のすべてのファイルを読み込ませることもできるのですが、読み込むのにかなり時間がかかるため、このように拡張子を指定して読み込むことをお勧めします。これらの情報を Git ローダーという LangChain のドキュメントローダーに読み込ませて、このローダーを Vector Store Index Creator の中に入れて実行していきます。今回は LangChain の GitHub リポジトリを読み込ませているため、LangChain にはどんな種類のドキュメントローダーズが用意されていますかというクエリーを投げてみましょう。今回 Python のファイルだけを読み込ませましたが、それだけでも57秒かかりました。そしてクエリーの返答としては、このように Google ドライブローダーや Gutenberg ローダーなど、ドキュメントローダーズを正しく表示してくれています。今回用いた Git ローダーというローダーもこちらに入っています。最後に、ここまで解説した GitHub リポジトリのソースコードを学習させるプログラムを Web アプリに落とし込むと、このような強化版 ChatGPT のようなものが作れます。先ほどと同様に LangChain の URL とブランチ名と Python のファイルという拡張子を入力して質問を投げかけてみると、このように正しくドキュメントローダーズの種類を返答してくれました。ChatGPT API と LangChain を用いた Web アプリの開発方法は、以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日は GitHub リポジトリのソースコードを学習した ChatGPT の実装方法を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、ChatGPT の仕事の相談をしたい方や、ChatGPT の仕事に携わりたいエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。